アートって崇高なものだみたいなイメージがやっぱ強いと思うんですよね。じっくり見てうーんとかっていうのじゃなくて、もう1秒見てパッと見て、あ楽しいなって、もうそれでいいかなっていうのはありますね。日常を鮮やかに彩るアート、そこに描かれるのは万人の幸福。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家はアートディレクター吉水拓。アメリカ留学から帰国後にデザイン会社を設立、現在横浜駅構内に後世に残したい横浜の魅力を描いたアートを展示する彼は、刻々と形を変える日常の中に変わらずにあるべき風景を描く。僕横浜出身で、何か横浜でやれることがないかなって思った時に、こうだん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 こう時代が変わっていって、なくなっていっちゃうものもある中で、それを子どもたちだったりとか次の世代に残してあげたいなって、伝えたいなって思うものを描こうかなって思いましたね。絶えず変化していく風景の中にも未来へと残したいものがある。そんな彼の作品はまるで絵本のように人の心に入り込む。一個のページの中にいっぱいのオブジェクトが出てくる絵本があったんですけれども、それをこう毎回毎回見るたびに、あこんなのあるんだなっていうのを探していくのがすごい大好きだったんですね。数がいっぱいあるっていうのが見てる人も楽しいのかなっていうのは思っていて、何度見ても新しい発見があるようなものを作りたいなと思っています。アートの原点は絵本の世界、そのぬくもりは大人から子供まで誰からも愛される。アートに対して興味がない、関心がない人であっても、パッと見てあいいなって思ってもらえるような、楽しいなって思ってもらえるようなものであってほしい。いろんな要素がこう詰まってて、見た人が横浜だって思ってくれるってことだったりとか、ああこれも横浜なんだと思えるものを作りたいなっていうのがありますね。誰にとっても新しく、全ての人に必要とされる作品でありたい、そんな吉水拓のブレイク前夜。地域だったりとか、その環境にああこんなものがあって本当良かったなって思って、皆さんに思ってもらえるようなものをまず作りたいっていうのが一番にあって、その上で自分自身が感動できるものっていうのを作りたいなと思います。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は日本画家木村博之のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。